やっぱりこの絵、本物の絵しか見えないな。ねえ、いろんな絵あるな。何？目の青い女の人。そういえば、レイちゃんも青い目をしてるで、やめてよ、そういうこと言うの。怖いから。はい。母親譲りなんです。そうなんだ。僕の母さんと、同じ色だね。芝のお母さんも青い目なんですか？うん、そうだよ。もう亡くなったけどね。あ、ごめんなさい。どうしてレイちゃんが謝んの？辛いこと聞いちゃいましたから。大丈夫だよ。正直、母さんが亡くなった時のこと、はっきりとは覚えていないんだ。え？それに、さっきバルセから聞いたよ。レイちゃんがここに来た目的。そうだね、もともとの目的は、父がなんで死んだかって話だもんね。レイちゃんも言ってたように、僕が弱音を吐いてるわけにはいかないだろ？シバ、この話は終わり。先に進もう。うん。お！メモが落ちてる。メモ。楽譜1を手に入れた。楽譜。おー、でっかいなー。でっかい木。でも、この木何の木？気になる木。一度目、二度目、白く咲き。三度目、萌え木に染まりゆく。四度目、青く生い茂り。五度目に開花し、咲き乱ゆ。その他欲するもの、ここにあ、そこにあり。でかいなぁ。でっかい木やなぁ。もう一回行ってみるとどうなるんだ？特に何もなしか。出入りして、変わった！出入りしたら変わったよ。ってことは？お！青く生い茂り？おー！鍵だ！古い鍵を手に入れた。桜が咲いた。すごい原理だ。お見事。褒められた。ありがとう。ありがとう。褒められたわ。古い鍵を使った。また、来たことある？これもしかして。ここは、あの本。これお父さんの本だ。え？よくわかるね。お母さんが、お父さんにあげた本だ。それじゃあこの血は？レイちゃん。お父さん、やっぱりダメだった。お父さんはやっぱり、死んじゃったんだ。私のこと、置いてっちゃった。レイちゃん。レイちゃんは、お父さんのこと大好きだったんだね。うん。しばらく研究で会えなかったけど、お父さんはいつも私とお母さんのこと考えてくれてたから。そっか。あ、おい、お取り込み中悪いんだけど。バルツェ？何か嫌な予感がする。おお！なんだ、いろんなものが融合してるぞ。なんかやばいのが来たねー。しまった。これじゃ戻れそうにない。向こうの扉まで走るんだ。お母さん？え？そこだー。バルツ、どういうことなんだ？レイちゃん。お母さん？どうして？お母さんはもう、まあ、混乱するよね。逃がさない。レイちゃん！ああ！芝？大丈夫。大した傷じゃないよ。それは結構。今は話し合うと、とにかく向こうまで走れ。だな。え？走れ。おお、早っ！早いね！お、早っ！瞬間移動した！瞬間移動する、あいつ！危ねえ！瞬間移動したのはちょっとびっくりしたわ。はあ。なんとかなったみたいだね。レイちゃん大丈夫？大丈夫じゃないよ。一回溶けたよ。芝腕から血どころか血だまりになったよ、一回。ああ、これぐらい平気だよ。ごめんなさい。私のせいでこんな。出血もそんなにひどくない。だからそんな顔しないで。それよりも、死体？え？君のお父さんが一体何してたんか？それと、どういった最後を迎えたのか。あれ、なんで知ってんの？どうしてそのことがわかるの？さっきの化け物に、君のお父さんの血の匂いが染みついてた。食われたの？ああ、多分、あの化け物に食われたんだと思う。そんな、さっきのは一体何なの？どうしてお母さんの顔をしてたの？バルツェラ知ってるんでしょ？お願いバルツェ、教えて。俺は、残酷な言い方しかできないよ。聞く勇気あんの？姉ちゃん、教えてバルツェ。私はそのためにここまで来たの。だから大丈夫。ちゃんと聞ける。強いね。わかった。あくまで推測だけど、ほとんど真実に近い。話してあげるよ。君の知りたいこと。君のお父さん、研究に没頭し始めたのはいつから？お父さんが亡くなってから数日後かな。やっぱりってどういうこと？まあ、順に説明していくよ。この北の館には持ち主がいてね。うん。私を牢屋に閉じ込めた男の人がそんなことを言ってた。この館の持ち主はまだ生きてるってことか？まあね、名前はユオって言うらしい。ユオあるとき、君のお父さんをこの館に呼んだ。オルビオ、妻を蘇らすことができるというのは本当なんですか？ええ、本当ですとも。それこそ、今まで私が重ねてきた研究です。ああ、なるほどね。実は私も、永遠というものに大変惹かれていましてね。妻を蘇らせることができるなら、何だってします！今何でもって言ったね。それは実に素晴らしい。では特別に、私の研究室にご招待いたしましょう。おお、ありがとうございます。よかった。これで娘も喜ぶ。喜ぶわけないよ。それで、レイちゃんのお父さんは、妻を蘇らせるためにこの館で研究を？まあ、そういうことだよね。このヨウって男、相当狂ったやつみたいでね。この館見ればわかると思うけど、人体実験神のことばっかやってたわけ。人体実験？そういう適当なことを吹き込んで、レイちゃんのお父さんをこっちに引き込んだんだろうね。でもどうしてお父さんを、そのユオって人と知り合いだったの？ユオって人と直接絡んでんのは、意外なことにレイちゃんだよ。私？まさか、そのユオって男。どうです？この作品。実はこれも元は人間なんですよ。人間？どう見てもただの絵画にしか見えませんが。それが私を作り出した技術なのです。美しい人間をいかに美しく保つか。カプセルの中に保存しておくだけでは私の気は収まりませんからね。この技術を使えば、妻も。ええ、きっと蘇らせることができるはずです。素晴らしい。早速、私にも教えてください。もちろんです。そうだ。あなた専用の研究室を設けましょう。では、隣の部屋へ。そんなうまくいく話がないんだよ。簡単な男だ。だが、あの男の妻が死んだのは都合がいい。おかげでこちらに引き込むも容易だった。これで少しは、霊を手に入れやすくなっただろう。あの時も、もう少しでレイを私の作品にすることができたというのに、あの老いぼれ目が、誘拐？そうだ、誘拐されてたんだ。幼い頃に、ルイさんもレイは覚えていないだろうって言ってたしね。そういうわけで、君はユオにひどく気に入られちゃったわけ。そんでね、レイちゃんのお父さんをうまくこっちに引き入れば、レイちゃんを手に入れやすくなるって魂胆だったんだろうね。そんな。先に言っておくとだよ。別にレイちゃんのせいじゃないからね。元凶はそのユウって男だな。だろうね。で、イオの助太刀もあってが、レイちゃんのお父さんもいろいろな研究ができた。もちろん、人体実験とかもね。他人のパーツをつなぎ合わせて、継ぎはぎのお母さんを作ったんだよ。それがさっきの。あれは、本当のお母さんじゃない。君のお母さんはもういないでしょ？死んだ人間は生き返らないってのが、この世の原則。そうだよね。それに、もしあれが君のお母さんなら、絶対君を殺したりしないと思うけど。うん。そして君のお父さんの最後は、素晴らしい！これこそまさに我が妻だ！あとは記憶をどうするかだな。しかし、これで例にいい報告ができる。あの子もきっと喜ぶだろう。喜ばないよ！ん？よせユリア、私がわからないのか。やめろー！無理だって。継ぎはぎの人を作ってもしゃあないって。はい、俺の語りはおしまい。それじゃあお父さんは、他の人を殺してお母さんを作る研究をしてたってことだよね。継ぎはぎだからね。それは多分事実だろうけど、そう仕向けたのよってやつだ。君のお父さんが全部悪いわけじゃない。それに、人を殺してたのよだけだと思うけどね。どうしてそう思う？よって男は、率先して人体実験をしてたみたい。今までのノート見りゃ全部わかるね。そのパーツを頂戴したってとんのが妥当だと思ったわけ。何にせよ真実は読みのなかった感じだな。案外、そうでもないけどね。一応これ、レイちゃんがこの方に来た目的は果たせたのかな？はい。それじゃあ、心置きなく脱出できるわけね。この先、またさっきのやつが出てくるかもしれない。気をつけていこう。真実は分かったけどね。ああ、セーブポイントありがたい。お！閉じ込められた。大丈夫だって、多分謎を解けば開くはず。謎を解く。じゃあ、絵画が多いね。とりあえず説明を見たい。美しき聖女に花束を。楽譜に。銀の髪、青い瞳。彼女は本当に美しい。狐の因子を打ったのは正解だった。前のも美しかったが、今の方がずっと麗しい。オリビエの欲しがっていたパーツも手に入った。奴のご機嫌取りはこれ十分だろう。なにこんにちは。うわーうおードタってきたな、あいつ。前回でもお世話になったけどさ、そら。前回もお世話になったあいつじゃねえか。今回はここまで追ってくることないんだね。来たらどうなるんだろう。もう行かない方がいいよね。そうだね。その通りだと思う。なんだ？これ何？レバー。花束を手に入れた。おおガルーダみたいなのが出てきた。なんかすごくまずいかも。鳥が出てきた。おおレバーが引けない。多分大体わかるけど何すりゃいいかは。よし！これで封じるわけね。封じて、これで出れるわけね。結構かかったわ。誘導に結構時間がかかったわ。オッケー。もう行かない方がいいね。じゃあ、花束を手に入れるために。なんだ。荒ぶってる。めっちゃ荒ぶってる。荒ぶってるやついんなぁ。失礼しました。うわー荒ぶっってるみんな。荒ぶってんな。ちょっと失礼します。よし、いけた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 。よし、4つ花束手に入れたよ。赤いの花束を置きますか？ああ、置くものは、あれか、固定されてんのか。じゃあ大丈夫だね。で、全部置くから、これで、上にも行けるようになったね。上に戻れるってことか、一応。戻っていいのかな？上に戻る。ああ、ここに出てくるんだ。どうしてここに？そうだよね。全然違うところに出てきた。空間が歪んでんのか？どうやらそうらしいね。なんか次元がぐにゃぐにゃしてる。ちゃんと出口までたどり着けるかな？心配しないで。レイちゃんのことは必ず守ってみせるから。うるせえこっちとらはさ、触れただけでワンパンされんだよ。3人もろともよ。ほんとだよ。悪魔は人間守られても変な話だし。悪魔。そういえば。あ、いえ、なんでもないんです。なんだよ、気になんじゃん。前に本で読んだんですけど、悪魔の契約するのって確か、対価がいるとか。ああ、その話か。シバはバルツに何を渡したのかなって。ま、いろいろ渡してる気がするけど。え？家族写真に、母さんからもらったペンダント。それに父さんからもらった医学書。あれを取られたの知ったら父さん悲しむだろうな。うん。シバのお父さんは今何してるんですか？どこにいるかは知らないけど、いろんな街を巡りながら医者をしてるよ。もう随分と会ってないけどね。そうだったんですか。まったく、人の思い出ばかり持っていくんだから、バラツのやつ。お前に渡したものってもう戻ってこないのか？俺が死ねば、返せるかもね。でも、俺が生きてるうちは返せない。絶対に。バルツ？ところで、レイちゃんはどうしてそんなことを聞くのかな？え？もしかして、俺と契約したくなっちゃった？なってません。ちょっと気になっただけ。バルツェ。冗談だって。半分はね。何？地震か。レイちゃん、しゃがんどいて。うん。止まった？なんか、ただの地震じゃないっぽいけど。怪我ない、レイちゃん。はい、大丈夫です。シバ、あれ。前の、やっぱり、これはちょっと危ないことしちゃおうかな、的な雰囲気だね。そうみたいだな。何をすりゃいいの？おお！何をすればいいの？教えて！俺は一体何をすればいいんだい？あ。すいません、出してくれませんかね？出してくれる気ないっすか？ガゴリさん、3体いますけど。出してくれません？これは、どう見ても詰んでないか？いや、いけるって！信じろ！あ、赤い炎にすりゃいいんだ、多分。触れて。触れて赤い炎にする。囲まれる。よし！あ！仮面が取れた。仮面が。あれ？ありがとう。え？その子。シバをお願い。銀髪の髪で青い目？今の女の人は？どうかした？レイちゃん。あれ？シバには見えてなかったの？だって今女の人が。レイちゃん。バルツェ？おかげで新しい道ができたね。まがまがしいな。中に飛び込むの？怖いな。少し。でも行きます。レイちゃん、そういう強気なとこ好き。ま、なんとかなるだろう。このまま同じところぐるぐるしてるよりはマシだろうし。そういうことだ。じゃあ、行くか。もう行ってもいいの？え、何もう行ってもいいのって。なんかあるみたいな言い方じゃん。なんかあるみたいな言い方じゃんね。じゃあ行くか、とりあえず。もう行ってもいいの？はい。行くよ。はい。わ、ちょ、押さないで、レイちゃん。あ、ごめんなさい。おい、バルセどこ行くんだ？風に聞いてくださーい。ふざけてる場合か。このままだとバラバラになるぞ。じゃあ、レイちゃんの手でも掴むからいいよ。あ、うん、どうぞ。ちょ、おい。まずい、このままじゃ。ん？レイ、